飲んでよろほん町。皆さんおはようの、よろほん町を盛り上げる非公式キャラクターよの大観です。飲んでよろほん町ということで、今日はよののドイツソーセージとビールでね、いい気持ちになりたいと思います。こちらバイマリオさんですね。ステーキのドンの近く、この辰巳通りとバイパスぶつかったとこにあります。こちらです。陽気な感じだ。はい、ファンキーな内装でね、中まで、ね、とってもにぎわっております。こんな雰囲気です ね、壁いっぱいにポスターとかいろいろ貼ってあってね、もう異国に来た感じがするよの。タバコだけがちょっと気になる。はい、メニュー見ていきましょう。こちらドリンクメニューですね。ビールがねいっぱいあるんです。ドイツのビール、黒ビールとかね、酵母入りのビールですとか、そして裏面にもありますよ。こちら直輸入なんですかね、ナトゥーハーとかね、どういう発音するのか分かんないんですが、シュナイダーバイセとかシュナイダーアベンティヌスとかね、いろんなビールが置いてあります。そしてこっちにはワインメニューもありました。ドイツワインといえばね、白ワインが確か甘いんですよね。なんかいろんな種類のワインもありますよ。ビールが飲めなくてもね、こちらで楽しめますよ。ブランデーとかね、なんかいろんなね特殊な飲み物が多いですよ。ソフトドリンクも一通り揃っています。でもここはまずビールかな。お主も悪よの。はい、私が1杯目に頼んだのがこちらエルディンガーです。酵母入りビールだそうです。とってもかっこよくておしゃれなグラスに入ってきました。プレッツェルもね一緒についてくるんですよ。これはうまいです。あのね、後から甘みがするビールというか、酵母があるっていうのが分かりますね。なんかはい、こちら食べ物メニューね見ていきましょう。こちら紙のメニューとかなくてね、この壁だけなんですがね、いろんな面白いのがありますよ。シェフサラダ、シーザーサラダとかね、サラダですとか、チキン、ポテト、スパゲッティとかピカタとかね、あのいろんな盛り合わせみたいなのも多いんですね。いやー、これ見てるだけで楽しいよの。はい、私が頼んだギリシャ風サラダ届きました。すごいでかい盛りですよ。いろんな具材が入っているよの。はい、こちら取り分けていきたいと思います。ね、レタスですとか、この生の玉ねぎ、あとトマト、チーズですとか、あとドレッシングはね、これすごい胡椒が効いてるんですよ。そしてオリーブも丸々入ってるんですけど、種があるんでね、噛んだ時にガリッといかないように気をつけてくださいね。ドレッシングのベースはお酢っていう感じですかね。結構酸っぱい感じのサラダです。料理が全部ねちょっとお高めかなと思ったら、これ盛りがすごいんですね。ここはね、ここのお店はみんなでワイワイねパーティーがてら来るのが良さそうです。またこのギリシャ風ねサラダとねビールが合うんです。酸っぱいサラダとね甘めのビール、とっても美味しいよの。はい、2品目すごいのが来ました。ソーセージ盛り合わせです。この量、この大きさ伝わりますか。今日はね大人数で来てよかったです。みんなで取り分けるタイプのね料理が多いんですよ。このソーセージをガブッといってからねビールで注ぎ込む、これは何とも言えない。本当ドイツに生まれてよかった。いや違う、世のに生まれてよかったです。なんかねいろんな種類のソーセージがありましたよ。ただね、あのチョリソーっていうんですか、ああいう辛いソーセージはなかったですね。全部ね辛くはないソーセージで、結構日本人でも食べやすい味ばかりでした。ねえ、ドイツの酒場もこういう派手な感じなんですかね。またね、ここについてるこのマスタードっていうんですかね、これ全然辛くないんですけど、ちょっとね酸っぱさと塩味が加わるっていうか、これがまた美味しいんです。どの料理食べてもこのビールに合うんですよ。
結構ね、甘いビールっていうか、まあコクのあるビールなんですけどね、それがね全然料理に負けてない。このお店ね20年ぐらい多分やってますよね。私がね結構若い時からある気がしましてね、すごい地元に愛されたお店ですよね。なんか与野本町の周りってね、焼き鳥屋さんとかね、あの居酒屋とかね、そういう和風のものしかないんでね、こういうね変化球もたまにはいいですよね。マジで与野本町もっとレパートリー欲しいよな。次の料理が来ちゃいました。スパゲティボロネーゼ、すんごい量。これが1人前っていうんですけど、ドイツ人本当ですかこれ。とっても大迫力のスパゲティが届きました。いやこれは絶対お腹いっぱいになります。はい、さらにですね、足りないかもしれないと思ってチキンも頼んじゃったんですよね。タラゴンチキン、こちらハーブとの炒め物ですね。すごい美味しそうです。このハーブの香りがたまりません。ではみんながスパゲティに夢中な時にね、このタラゴンチキンいただいていきたいと思います。うわこれね、濃い緑に見えるの、これ全部ハーブですね。ハーブと炒めてあって、すごいいい香りのするチキンです。またこれがビールに合う。というかそろそろビールなくなってきちゃいましたね。これ2杯目いっとこうかな。はい、パスタが私にも回ってきました。これひき肉もねすごい量が入っていましたよ。結構ね細めのパスタなんですよね。ドイツではこういったね細めのパスタを使っているみたいです。あ、すいません、ちょっとこぼしちゃいましたけどね。とんでもない量ですよこれ。締めにはぴったりじゃないですか。今日本当大人数で来といてよかった。このね食べ物のポーションがねちょっとバグってるんでね、皆さんも注文ねする量はちょっとお気をつけください。こういった感じで細いんですよ。しかもねこれ味が胡椒がものすごい効いてる。このトマト味よりね胡椒がすぐ来る感じで、ちょっと辛い感じなんでね、そこはお気をつけください。でも美味しかったなこれ。せっかくなんでね、次もビールにしようよの。はい、次私頼んだのは今度黒ビールです。ちゃんと会社名が入ったグラスで来るんですね。これなんて読むの、タッタッハとかなんかね、難しい発音するやつじゃないかな。タラゴンチキンにはねこのパンもついてまして、下のオリーブオイルをすくって食べると、またこれ黒ビールに合うよの。黒ビールはねさらに先ほどのエルディンガーよりコクのある感じでね、黒のこの旨味がガツンとくるタイプでね、このタラゴンチキン、ハーブの効いたタラゴンチキンとか胡椒の効いたボロネーゼに全然負けてないよの。願わくばねこのお店禁煙になってほしいよの。やっぱりタバコが気になっちゃうよの。でもそれ以外は本当にパーフェクトなお店なんでね、本当にバイマリオさん最高です。今日私が頼んだ食べ物4品ねすごいおすすめなんで、皆さんぜひ試してみてください。バイマリオさん撮影ご快諾ありがとうございます。最後にねアイスクリームもちょっといただいたんですが、こちらアイスクリームもめちゃくちゃでかいしね、このデコレーションが半端なくてもう最高よの。いつまでもね世ので頑張ってほしいですね。また来ます。ありがとうバイマリオさん。世の代官はまだまだ世の本町周辺の美味しいとこ面白いとこ紹介しますので、チャンネル登録、いいねボタン、コメントをよろしくお願いします。それではまた世の本町周辺で会いましょう。またね。